しょうがない。Thank you.
いい。その一部を再現しています。服装は当時特に一日晴れとし、この日だけは何でもよしとする規則以外を許された日であったようです。衣冠の姿も通例ではなく、織物の方に袴をつけ、太刀ももちろん武家風です。牛わらは、牛かいらは公家風ですが、徒歩のものは当時の武家風の特徴を表しています。なお、お供の大名5名は秀吉公晩年の御奉行